完全にリスト作って連絡しまくって、そんな泥臭いこと、そうそう、やっぱ DM を直接自分で書いてっていうのをやってましたね。自分たちの会社のその即戦力、どういうチェックポイントで見ているのか、はい、こちらになります。決断経験、決断してない人多いですよ意外に。いや、あの大きい会社でもスタートアップでも、はい、そういう人材ってどこでこう見つけてるのか、ありとあらゆる手を全部使うしかない。全国の人事聞いた方がいいです本当に。いやいやいや CR25 編集部の福田です。早速ですが本日のゲストをご紹介させてください。まず一人目は株式会社サイバーエージェントの曽山哲人さんです。よろしくお願いします。はい、曽山です。よろしくお願いします。では曽山さんの簡単なプロフィールご紹介させてください。株式会社サイバーエージェント取締役人事統括、採用育成活性化、適材適所、企業文化など人事全般を統括しながら、キャリアアップ系 YouTuber ソヤマンとして SNS でも積極的に情報発信をされています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。頑張ります、楽しみです。よろしくお願いします。では2人目ですね、株式会社レイヤー X の執行役員石黒隆也さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。石黒さんもプロフィール紹介させてください。株式会社レイヤー X 執行役員、 NTT ドコモに新卒入社後、マーケティングのほか営業、採用、育成、人事制度を担当。2015年1月60名だったメルカリに入社し、人事部門の立ち上げ、5年で1800名規模の組織拡大をご牽引されています。で2020年5月からはですね、レイヤー X に参画し人事と広報領域をご担当されています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。石黒さんはもう IT のメルカリとかの時代からかなり人事として長く、そうですね、長くなってきましたね。いや、はい、業界では本当に知らない方はいないぐらい、そんなことないです、本当に曽山さんと石黒さんと超豪華な人事の方に、あ、すごい、ありがとうございます。今日たくさん質問用意してあるって僕、あ、もう、はい、ぜひたくさんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。では3人目ですね、株式会社リクルート、リクルートダイレクトスカウト統括プロデューサーの藤原信夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。では藤原さんのプロフィールも紹介させていただきます。はい、株式会社リクルート、HR 領域プロダクトマネジメント室ディビジョンオフィサー、リクルートダイレクトスカウトをはじめ、リクルートエージェント、リクナビ就職エージェント、リクナビ HR テックなど複数のプロダクトプロデューサーとしてご統括されてます。はい、もうダイレクトスカウト以外にももう複数の転職就職サービスというのを全て見てらっしゃるんですよね。はい、そうですね、あのリクルートの HR が持っているプロダクトの中で、あのいわゆるメディアと言われるようなもの以外を大体担当しているとおっしゃれば、そう思います。大変なのにもう複数見てらっしゃるんですもんね。はい、曲がりなりにも見ております。はい、はい、ではさて今日はそんな皆さんをお迎えしてですね、こんなテーマでセミナーを開催したいと思います。注目企業人事がここだけで話す即戦力人材のスカウト術。はい、個人のキャリアがですねかなりこの流動的になってきたと思うし、ね、うんうんうん、中途採用市場も自体も結構熱くなってきてるなっていうのがここ最近、うんうん、でただ自分の会社にマッチして今欲しいポジションですぐ取れるような即戦力っていうのは、うんうん、やっぱり喉から手が出るほど欲しいというものを見つけることができない、そういった課題を持ってらっしゃる人事のご担当者様が多分多くいらっしゃると思うので、その方々に対してですね、曽山さんと石黒さんには注目人事ということで、はい、もう現場の目線と先輩という目線でご意見いただけたら嬉しいなと、はい、すごいプレッシャーですけどね採用って常に難しいですもんね。そうですね、はい、今回も多分事前にこのテーマすごい難しいねってお話されてましたけど、間違いない、みんなが、ね、無限 に,、うん、無限に答えがない、聞きたいことを伺いつつ、まあ、藤原さんはやっぱ中途採用のスペシャリストとしてですね、はい、専門家的な立場からちょっと求職者側だったりトレンドだったりとかもご説明いただけたらしいです。うん、そうですね、僕は人事の経験はないんですけど、はい、リクルートエージェントはじめ中途転職マーケットでずっと仕事をしてきて十何年あるので、あのいっぱいデータとかいっぱい見てるんで、うん、お二人の添え物として貢献したいなと。いやあの採用の裏データみたいなの全部ちょっと教えていただいてそうですよね、ちょっと広報に確認しなきゃいけないですけど、そうです問題ないで、問題ない、問題ないやつですね、まあ、チラッと聞きたいデータ出てきましたね、話伺ったら、うんうん、はい、最初のテーマは即戦力人材との出会い方。まあ本当にどこにいるのかっていうところからまずすごく待ってらっしゃいますし、うん、そもそも自分の会社にとってどんな人が即戦力として当てはまるのか、うん、そこから結構迷われる方もたくさんいると思います、うん、なのでまずちょっとお二人にですね、はい、曽山さん石黒さんの本当に企業人事側のお二人にですね、はいはいはい、まず自分たちの会社のその即戦力
どういうチェックポイントで見ているのかっていうところをですね教えていただければと思ってます、はい、で今回事前にその点だけはフリップを取りしたいと思います。では最初曽山さんからフリップを出していただいてもよろしいでしょうか。はい、決断経験、そうなんです、即戦力人材見つけるチェックポイント決断経験、そうです、ここってどういう意味なんですか。ですね、これは例えば書類とかにいろいろ職歴とか書いてますよね、はい、でこれをそのまんま読んでもやっぱ正しいかどうかわからないんですよ、うんうん、なので必ず面談の時にお話しできる機会があれば、このプロセスの中でご自身がした決断はどういうものですかっていうのを聞くんですね、はいはい、でそれで聞くと僕はここに関わってこういうふうに進めてこう苦労したっていうのは深掘れるので、うん、その人がどういう意思決定をして、意思決定だから肩書きとか職歴ではなく、どんな決断の経験があってその経験から何を学習してる方なのかっていうのが、その この能力とか経験値が見えるんですよね。これをいつも僕はお伺いするようにしてます。うん、はい、確かに肩書きだけでなんか逆に言うとすごそうなプロジェクトに関わってるだけの可能性でも職務経歴書には関われる厳しいですかね。いいです、いいです、いいです、私は言いにくいですけど、そういうことです。携わった問題ってやつ、これの中にいましたとかは確かに書きやすいけど、 そうです、うん、その中であなたは何を決めたのかってとこですよね。そうです、そうです。そこのプロセスってなんか小さくてもいいんですか、なんか大きい経験をしないとなんかすごく見えないんじゃないかとか、なんか大きい経験の決断経験できてないとなんか大したことないと思われちゃうんじゃないかって思う。あ、全然、まあ、やっぱりそれは大きい方がいいのは間違いないですけれども、うん、年齢とかその職務経験によっては、うん、その人が大したことないと思ってても、うん、私たちの会社からしたらいやそれめっちゃいいよってのはあり得るわけですよね、うんうん、なるほど。なので例えばスタートアップの中で例えばですけど、私人事なんで人事の採用してるとしたら、採用も労務もオフィスも全部やってましたっつったら、めっちゃなんか総合力あるわけですよ、はい、うん、そういう意味では非常に幅広い経験がある、うんうん、でどんな苦労したんですかって言ったら、こんなトラブル起きちゃったんですけどこうやってやったんですとか言うと、おなんかそういうトラブルシューティング力も高そうだなみたいな、うん、っていうのがあるので、はいはい、それが小さいか大きいかはそんな気にしなくていいと思いますけど、ね、うんうん、決断してない人多いですよ意外に。いや大きい会社でもスタートアップでも、はい、そのまさにプロジェクトに入ってたけど決断深掘ると、あそんなにやってないのかななんていう方は時々ありますね。うん、はい、うん、なんかこれはちょっと給食支えとの質問になっちゃって恐縮なんですけど、うん、やっぱなんか苦い経験苦しい経験がないとダメなのかなとか思っちゃう部分も、うん、なんか結構人事的にはそういうとこも見極めポイントになったりしますか。そうですね、まあ、決断イコールやっぱり今でやってないことをやるので、そういう意味では大体、まあ、その人がどう取るか別ですけど、修羅場だったり苦かったり大変だったりっていうのは多いですよね。でそれ乗り越えてる人はすごいなんかいけてるなって、すごいなって思います。そうか、はい、今割と石黒さんも多分事前にそれなって言ってましたけど、いや、はいはい、いや賛同するとこ多いですか。なんですかね、大きな意思決定で言うと、ね、まさにワールドカップ投資みたいな。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ああいう意思決定をそうみんながしなきゃいけないわけじゃないんですけど、例えば、うん、こう人事の中途採用とかやってると、はい、あと要はですね、採用の面接で次に進んでいただく、もしくはここでお見送りする、うん、実は次に進んでいただく方が楽なんですよ、うん、楽ですよ、ね、むしろね、うん、そうそう、パスするのは辛くないです。人のやっぱり人の人生すごい大事なんでだから、うん、例えばその、まあ、見送る経験しましたとかね、そういう意思決定も本人にとってはなんとなくやってることかもしれないですけど、すごく重い意思決定をしてるわけですよね、うんうん、はい、なのでその振り返っていただいて、あ自分の中で結構難しかったなとか、うん、まさにこう例えば数字見て49と51って書いたら、うん、書いてあったら51で選べばいいだけなんです、うん、はい、でもその採用面接って実はすごくこうふわっとしたものなんですよね。なんかここでお見送りをする経験、実は次の方なんで、僕はよくその通す面接、落とす、まあ、落とすもしくは見送る面接って言うんですけど、うん、見送る方すごい大変なんですよ、うん、なので、まあ、こういう経験も一つ意思決定決断なのかなと思います、うん、そうですね、確かに。でも実際藤原さん決断経験できてる人って多くないのかなと思うんですけど、どうですか。そうですね、僕も仕事柄いろんな人の求職者の方のレジュメ、はい、職務経歴書のデータとかっていうのを扱わせていただいてる中で、まあ、一つ言えるのはやっぱりこのプロジェクトにこうよく出てくるワードが携わった系と参画してましたとかっていうワード、はい、うんうん、それからこの立ち位置でしたっていうのが、うん、あよくいい、ね、なんたらリーダーとかね、はいはいはい、でそれがあった時でもこれからですね実はその役割にいたんだけれどもその実際に決断
曽山さんおっしゃってたみたいに、この人自身が、例えば怒られるかもしれない、はい、失敗するかもしれない、うん、実は違う方に行った方が良かったかもしれない、うん、みたいなことがある中で、えいって決めてるっていうエピソードが書かれてるレジュメって結構ごくわずかですね。逆に言うとそれが書いてあったらもう即戦力候補ですよね、各社にとっては、うんうんうん、確かに。でもその子の決断経験は一つ見極めポイントというか、はい、それがあると強いのかなと。ありがとうございます。では曽山さんの回答を。めっちゃいいですね。いいですね。乗っけたら明日から検索ワードで決断と意思決定が増えるかもしれない本当に確かに調べやすくなるよね。そうそうそう、うん、でももしそれが職務経歴とかに書いてあったり、うん、自己 PR とかにたまに書いてくださる方いるんですけど、うん、こういうことに携わって自分はここに関与しましたみたいな、うん、っていうふうにやるとそれすごい深掘れるんで、はいはい、面白いですよね。裏を返すとですけど、やっぱ職務経歴維持って書類単体で見極めることはやっぱ難しいんですか？いや、めちゃめちゃむずいと思いますね。いいじゃない、はい、そうなんですね、はい、分からない職務経歴の中で何をじゃあ即戦力だなと思う嗅覚が発するのか、まあ、その場合はでも自分たちが取る業界と職種があって、はい、そことどう適応してるかのやっぱり僕らの経験値だと思うんですよね。この業界だったらあ大体合うだろうなとか、こういうビジネスやってる B2B が得意な人なのか、はい、B2C のその消費者向けは得意な人なのか、うん、でも違うかもしれないですし、どういう考え方の提案をしてたかどうか、提案のスタイルでも違うでしょうし、営業だけだとしても、そうか、はい、まあ、それの自分たちの知見、これ貯めていくのがその各社の採用のオリジナルな強みになっていくって感じですよね。なるほど、はい、石川さんどうですか？いや、まさにやっぱりあとは社内で成功している、例えば会社の出身の方が自分の会社で活躍したりすると打率高い、そう、まさに打率高いというか、いいよねとか、あともっと言うと何年の頃にこのプロジェクト、うん、分かるわけですよね、うん、はい、例えばリクルートさんの2010何年頃にチームかっていうのを見ると、おこれをお会いしてみたい、うん、それはそのガッと成功した時もあるよ、逆に言うとサービスのクローズみたいな、うん、こういう変化の時期を経験されてる方っていうのはやっぱりお会いしてみたいですね、うん、変化ってつまり意思決定があった、うん、そうですね、確かに。なるほど、ただ単純にでもその中にいただけじゃなくてちゃんと考えていただけじゃなくて、まさに、ありがとうございます。では続いて石黒さん、フリップを出していただいて、はい、これ私は、はい、はい、こちらですね、はい、石黒さん知る合うみたいな、知る、ね、石黒さんのじゃあ見つけるチェックポイントがこの知る合うとなりましたが、はい、ここはどういう、そうですね、まあ、まずそのどんな人がいるのかとか、うん、例えば私の社内でも、じゃあ次は機械学習のエンジニアがって言った時に、はい、機械学習のエンジニアがどんな方がいるのかっていうのをまず知らなきゃならないですよ、うん、はい、闇雲になんか AI って履歴書に書いてあったからあの人スカウトしても仕方がない、うん、で、あとはその会わなきゃならない、先ほどまさにお話ありましたけども、履歴書だけでは分からないんですよ、うん、なんで、どんな方が会うのかとか、どんな方がフィットするのかっていうのをとにかくやっぱまずは最初数を自分の中でこう貯めていくっていうのはすごく大事かなと思いますね、うん、でこれがあった上で、なのでそのなんかその合わないでなんとなくいい、なんとなく悪いとか、例えばスカウトメッセージを送るので躊躇しちゃうとかじゃなくて、うん、はい、まあ、気軽に送ればいいと思うんですよ、私、うん、どんどん、どんどん送って会えば、うん、なんでその上で一時情報を得ると、人事担当としては結局その、まあ、事業部のマネージャーとか部長さんからあの人が欲しいって言われてるわけじゃないですか、うん、で部長さんとかマネージャーに何かレジュメ見たんですけどいませんって言っても、うん、えあったんですかって言われるんで、うんうん、でもいや10人やったんですけど、そのうちこの方とこの方とだったんですけどどうでしょうかってこうお伝えした方が、うん、まあ、彼らにとって一時情報を持ってる、こっちは自信もあるし、うんうん、で部長やこうマネージャーからもあなるほどっていうお話を聞いていただけるんで、はい、なんでまあそういうまず会って知るみたいなところっていうのは、うん、まあ、当たり前なんですけど実はあんまりやってる方多くない、うん、そうですよね、会うことに時間を割けないってことですもんね。そう、だから割くことの重要性を決めてないってことですね。いや、おっしゃるとおりです、うん、おっしゃるとおりです。そうそう、なんかどっかで出会いが来るんじゃないかみたいな感じなんですか。うん、もう結構だから採用強化するときはやっぱもうたくさん会うっていう感じですか。めちゃくちゃ会いますね。会うし、結局その私は例えば採用担当、こうリクルーターですかね、やるんですけども、その職種の解像度って高くないんですよ。例えば私情報システム部門の仕事やったことないので、うん、はい、みんな想像で仕事しちゃうんですよ、ね、なんで例えば私上司室の解像度を高めるために、まあ、5人10人なんとなく良さそうな方にまずお会い、ご連絡してお会いしていくのもそうですし、あとですね、これはここでしか言わないけど言うと、ツイッターで
上司数とかっていう人片っ端からフォローするんですよ、そうすると彼らがどんな情報を見てるかって彼らのタイミングにそう、あこういう入社シェアするんだ俺全然興味ねえと思いながらですね、なるほどみたいな、つまりそうすると彼らと面接する時話せるんですね、そういえば昨日あの会社でインシデントありましたねとか、あの情報漏ありましたねとお話すると社内情報システムの方からもあ真剣に探してるんだなってのが伝わるわけなんで、なんでその生態系を知るというかいいですねみたいなことをすごい意識してます。確かにそのコミュニティに入るっていうのが一番よくて、でその手前ツイッターをフォローするっていうのが全然ありますよね、バイオグラフィーで上司数でブワーッ、あと僕だと今の当社だと経理向けのプロセスなんで、経理の方とか検索して会計士とかダーッてフォローするんですよ、多分恐ろしいですね、日頃ツイートも何もしてないのにいきなりフォローするんですよ、何があったんだろうみたいな感じで怖い怖い怖いって でもやります、ね、確かにやっぱこれって知ると会うってすごく大事だなと思ってるところもあるんですけど、曽山さん結構会う時間取るようにしてますか？あの注力する採用するときはそうしてます。例えばアベマの立ち上げで、制作プロデューサーが0人、重要すぎる、やばい。この時はまさにあの本当石黒さんがおっしゃった通り、まずその制作のプロデューサーのネームのリストをずわーって作って、もう局とか制作会社とかでそれぞれツイッターやってるかとか全部私も全くフォローして、その生態系をチェックして、どういう形かともあれとにかく DM をお送りし、一度ぜひお話しさせてくださいって言うとお断りもあるけどぜひお話しましょうもあって、でそれが今でもやっぱり知り合いとしてつながってたりするんで、もう立ち上げ何年前ですけど、そういうのやっぱすごくあの一時期やりました、ね、はい、でもアベマができたのって本当2016年じゃないですか、はい、その前後っていうこと、佐藤さんも結構その頃には人事として結構超偉いですよ。だからもう その時の人事聞いた方がいいです本当に。いやその時はもう人事トップの業務ちょっと横に置いて、もう完全にリスト作って連絡しまくって、そんな泥臭いこと、そうやっぱ DM を直接自分で書いてっていうのやってましたね。マジか。はい、それでもほとんどやっぱりタイミング的に合わないんで、いや絶対合うわけがないんですよ、いい方はいい仕事持ってる、活躍してる人なんで、そうですよね、すぐ入ってくださるわけじゃないんですけど、数年後にその人のつながりでビジネスが生まれたりとか、その人のつながりでなんかいいことをいい人を紹介してくださったりとか、縁が広がるんで、なんで本当会うってのはもう強力に、何人会ってますかっていうのは、そう採用強化する時ほど大事だなと思います。なんで知る合う本当に大事です、いや石黒さんだから本当アクションとしては分かりやすいけど、実はみんな大事にしなきゃいけないっていうのが顕著になります、ね、僕だから石黒さんにお伺いしたかったのは